ぶ？あ、よじ登り。赤座出ました。よし登り、よし、黒田ハゲか。あ、砂ひれ。でも多摩川の水の流れ、綺麗さと全然違うよね。もうずっと流れがあったところだ。全然。
なゲームって、ここも、浮き鉢とか、親にらみいたんだけどもね。ああ、完全に、枯れてる。白金洞か。
どのくらい歩いたかね。今の、あ、そうか。あの青いとこまでこの倍ぐらいあったかな。300歩。ヤブコギ300歩。ちょっと行こうよ。でかいクルミだね、これ。水もあるってこと。先に水を流れてる。下ずっとこう流れてたやつだね、藪の中。結構水溜まってるじゃん、あんなにある。ほら、ホウホウケキョウ鳴いてるよ。あんまり鳴き声じゃない？うん、今引いて上がったから。引いて。それ今ホケです。いいだけだよ、ここ今の。ホケとかちょっとないから。最後まで鳴かないとダメなんだ。そう。池とかね。ほら、ちょっと見えてないもん。キキョね、キキョ。おい、ヒーって上がったんだけど、あとがヒーって。お、今の良かったね。中は良かった。この藪の中にいるのかね。藪の中にいる。ルイさん藪の中にいるから、うん、上の枝に止まんないからさ。下げね。下げね。下げ。下げ。今のいいんだね。今のは良かったね。中は中の中にいるの。中だけは。いいってだね。いけるよ。トリッコのいるところには住んで入ってくる。ほほほほほ。あらら、これはまた谷渡り。今のが谷渡り。泥底？あ、ちょっと魚がとどまるようなところじゃないね。向こうの筋はどうかな。
カモロコだ。カモロコがいました。通帳が入ったな。
うん、ちょっとこう深みのあるところなんかあるといいよね。うん、いや、見てみるしかないな。見ながらちょっと行っていいところで測ると。そうだね。いても吉野堀くらいだね。あ、土壌。土壌ばっかり3匹いるよ。あ、そう。今土壌も絶滅危惧種になってるから。泥底の下は砂が入ってる感じ？諸葛祭。石、砂だ、砂だけ。ん？これ、うるい？ヘビ？ヤブジラミかな、これ。これウルイじゃないの？うるい。はい。